久しぶりです。こんにちは。こちらは阪神電車の御影駅へやってまいりました。御影駅の御影という文字で見慣れた御影ですが、今回は阪神電車の個人的にカオスな駅を2箇所ご紹介していこうと思います。ということで、今日は阪神電車の御影駅へやってまいりました。前景はこんな感じ。この阪神御影駅の構造は2面4線の島式ホーム2つがカーブの上に立っている構造となっていまして、このカーブの上をギシギシと音を出しながら走るこの直通特急、さらには各駅停車、そして快速急行はこの御影駅を通過する面白い光景も見ることができるはずです。というわけで、今日はこの御影駅をちょっと見ていこうかなと思います。駅の北側、こちらには阪神百貨店などがありまして、それ以外にもバス停なんかもロータリーもあります。こちら側には駅北側なんですが、阪神百貨店があります。阪急オアシスもありますね。そしてこちらが先ほどご紹介した御影駅になります。御影の御影は御影石の御影とも言われますから、あの黒い黒いかっこいい石の御影です。阪神電車の最新鋭の各駅停車列車5700系がちょうど今発車していきました。あちらの電車は阪神電車、かなりのジェットカーと呼ばれる車両の後継機、ジェットシルバーというふうに言われております。日本でも駅間距離が大変短い、そして路線距離もなかなか短い大手私鉄の中ではかなり加速度減速度ともに性能もいい車両です。見せたように、この御影駅は快速急行が止まらない構造となっております。なぜ快速急行がこの駅に止まらないのか、御影には直通特急と呼ばれる特急車両がやってきますが、なぜなんでしょう。それについて今回は詳しく見ていきたいなというふうに思っております。ちょうどやってきたのは阪神の電車がやってまいりました。あれは各駅停車用に使われる列車ですね。この御影駅のポイントとしては大きくカーブする構造でございます。の島式ホームである御影駅ですが、よく構造を見てみるとかなりカーブしていることがわかると思います。ちょうどやってきた直通特急の電車です。かなりのカーブになっていまして、この阪神電車の車両6両編成なんですが、キツキツになっておりますね。こんな感じでございます。そう、今回のこの御影駅の特徴はこのカーブにあります。そして先ほど言いました快速急行が止まらない理由というのもこのカーブにあります。快速急行という種別についてお教えしますが、
阪神電車の快速急行という種別。これは途中尼崎から阪神難波線に入りまして、大阪、難波、そして奈良方面へと結ぶ列車になっています。神戸三宮と奈良を結ぶというわけですから、近鉄の線路を使うわけです。今ご覧いただいているようにシリーズ21と呼ばれるような近鉄電車の車両も使われることがあります。そしてこの快速急行はここを通過しておきます。車両数を見てほしいのですが、こちら2号車、そして後ろにこのように増結されておりまして、3両目、4両目、5両目、そして6両目、7両目、8両目ときました。そうです、この快速急行は阪神電車の最大直通特急の名前に使われる最大の両数、6両編成ではなく8両編成で運転されることもあるわけです。増結される場合とされない場合で両数は変わってきますが、基本的に増結されることが多いですので、近鉄線内を走る近鉄車両がこの御影駅に停まることはこのカーブで引っかかりやすいというのと、さらにはこの車両の長さが限られているので、そこのホームの長さが足りないということで、ここに快速急行は止まらないということになっています。ちょうど今普通電車が発車していきましたが、そう、先ほどご覧いただいたように快速急行が通過するこの謎というのが今分かっていただけたかと思います。このように大きなカーブになっておりまして、ホームも大変狭く、そして短いです。ホームの長さはこの内側より外側の方が必ず長くなるわけですから、この外側の線を使っても6両編成がギリギリ収まる具合、これで近鉄車両の8両編成を止めようなんてことは絶対に無理なわけです。反対側にもやってきました。こちら各駅停車ですね。そしてこの阪神電車の駅に近鉄車両が入るということなんですが、近鉄の車両は18メートルが阪神電車の車体、近鉄の電車は19メートルという長さになって1メートル違いますので、この御影駅に停車することは6両編成でもかなり厳しいということになります。昔は御影駅に停車してた快速急行と停車していなかった快速急行2種類あったようですが、今はこのように全列車通過という感じになっております。これ6両編成の6という数字が書かれていますね。これ他の例えば大阪難波駅などを見てみると、この6両編成にも車体の長さが違いますから、阪神電車の6両編成の停車位置、そして近鉄電車の6両編成の停車位置というような感じで変わってるわけです。回送電車は僕知らなかったんですが、急に来たのでびっくりしましたよ。というわけで今回は阪神電車御影駅について見てきたんですが、このようにカーブになっている駅には普通電車と、そして直通特急の電車が止まります。快速急行の電車は近鉄車両を使っている関係で、ホームの長さ的、そして車体の長さ的にもこの御影駅に止まることは不可能というわけで、今回の動画をちょっと終わろうかなと思いたいところですが、なんかね、今回送電車が来たんですよ、不思議なことに。というわけで次の直通特急電車を待ってみたいと思います。というわけで先ほど直通特急を待つと言いましたが、この電車であるところへ向かおうと思います。今日の動画は御影駅を紹介するだけでしたが、ちょっと用事で甲子園まで行かなきゃいけなくなりましたので、こちらの9300系という電車に乗っていきます。いつ見てもすごいな、これカーブのすごいすごいカーブになってる。もう語彙力を失うぐらいカーブですよ。
というわけでこちら甲子園駅にやってきたんですが、すごいね、さっき電車乗ってカメラ回そうとしたらすごい人が乗ってて、なんだこれはと思ったら全員阪神タイガースの服着てるんですよ。でなんだなんだこれはということで、甲子園球場の試合を調べたら、ですね、14時からかな、ゲームがあるそうで、阪神対どこソフトバンクかな、なんかどっかあるそうなんで、それで多分賑わってるんだと思います。ということで急遽この甲子園駅でちょっと動画撮ろうかなというふうに思っております。というわけで皆さん、甲子園駅に着きましたが、甲子園駅ではなんと本日甲子園球場にて試合が行われるということで、阪神とソフトバンクの試合だそうです。というわけでこのように直通特急の電車がやってまいりました。中には阪神ファンがぎゅうぎゅう詰めに入っているはずですが、まだ試合会場、甲子園球場での開始時間までは少し時間があります。今現在時刻が12時18分、本日の試合は14時からだそうです。少し古めかしい8523編成という阪神淡路大震災の前に作られた車両ですね。そちらが半分、なくなってしまいまして、その後に組み替えられた少しレアな車両ということになっております。右側と左側同形式の車両なんですが、窓の形で少し時代の差がわかると思います。大阪上田駅直通特急です。今日は先ほど三陰駅をご紹介しましたが、今回の動画さすがに三陰駅紹介だけでは尺が短すぎるなということで、こんな感じで甲子園駅に来ております。まもなくこの回送電車が出発するようです。通常この回送電車というのはこんな日中に営業列車として使わないだろうから、おそらくこの甲子園球場への輸送のために大阪梅田方面1回引き返して臨時列車として走ることになるでしょうか。そんな感じがしております。大阪梅田から尼崎、そして尼崎から西宮方面へは急行電車というのも走っています。ですから大阪梅田からは直通特急が1時間に4本、そしてそれの合間を縫うように特急電車スマウラ公園行きまでの電車が1時間に2本、そして各駅停車が1時間に6本、10分ヘッドで走っております。さらにそれに加えて今の見たような西宮行きの急行と尼崎行きの急行がそれぞれ1時間に2本かな、4本かな、なんかそんな感じで出ていたはずでございます。さらに阪神難波線の方からやってきます快速急行が、20分に1本ぐらいのペースでやってきますので、この甲子園のあたりというのは非常に列車が多い区間というふうになっております。先ほど三陰駅を紹介した際に、三陰駅はこの電車止まることができませんというように言った快速急行の車両でございます。こちらも電車は快速急行8両編成で運転していますから、この8両で運転する快速急行、この快速急行は奈良と神戸三宮を結んでおります。すごいですよね。神戸三宮から阪神本線を通り、尼崎から阪神難波線を経由し、大阪難波から近鉄大阪線に入りまして、近鉄奈良線奈良駅の方にやっていくわけでございます。超ロングランなわけです。この線路は実は奈良までつながっている。ひどい言い方をすれば、大阪線を経由して大和八木の方からですね、ずっと東に行きまして、近鉄の名古屋駅までこの線路は続いているわけですよ。これが関西のアーバンネットワークを圧倒する私鉄王国関西の魅力です。先ほど三陰駅でも見ましたが、3本目の臨時特急用の送り込み回送電車がやってきました。阪神電車の8000系が利用されております。ちょうどこの見える8000系電車はこの後大阪梅田まで行きまして、梅田から臨時特急として甲子園まで無停車の野球ファン専用列車として臨時特急甲子園駅になります。今回一番の目玉である臨時特急列車が甲子園駅へいよいよ入線というわけです。この電車は最初に三陰駅で通過した電車でございます。大阪梅田まで改装されて、今は改装の表示ですが、臨時特急として甲子園駅に入線していっています。この後この8000系電車は左側の扉を開けまして、校舎用の専用の改札口を通りまして、皆さんも野球ファンの方々を輸送するわけです。到着したこの改装電車は左側右側両方の扉を開けまして、
ホームの一部と下肢、後からやってきた直通道橋に乗っていたさらに多くの野球ファンの方々を改札口へとスムーズに誘導するために、車両をホームとして通り抜けさせることによってとてもスムーズな降車を促しております。このような様子はこの甲子園駅以外でも尼崎駅でいつも見ることができます。待っていたらちょうどやってきたこの右側に止まっている車両、こちらが回送電車ということで大阪梅田からやってきました。阪神ファン御用達の臨時特急と呼ばれる阪神ファンを甲子園輸送するための特急電車になります。この甲子園駅として走りまして、甲子園で皆さんこの右側の方に降りていきます。そして後からやっていた直通特急から来たお客さんも先ほどご覧いただいたようにこの回送電車を通り抜けて甲子園球場方面への一番近い改札口へと皆さん向かっていくように見られました。そしてちょうど向こう側にはちょうどこの甲子園にふさわしい列車がやってきました。甲子園のラッピングがなされた甲子園号です。発信電車の発信系に黄色いラッピングをしてあります。